どこ？これがそうなの？この坂がやばいの？有働坂。雨降ってきました。どこがやばいの？今日は有働坂っていうところですね。雨降ってきました。どこがやばいの？これがやばいの？そこのフェンスの向こう側が、うん、シグナル学園っていう名前まであった。あー、あれね。あ、これがそうなんだ。そう、もうなくなってたの？そう、なくなっちゃった。もうなくなってたんだ。よくテレビであのやってたじゃん。はい、シグナル学園。あ、溢れる。やっぱシグナル学園やばかったのか、あれ。うん、やばかったみたいね。ここが、うん、有働坂っていうとこが、うん、あの竹ノ下合戦で一番最後、うん、その戦いだったがあったの。あ、ここになんか足柄学園だったって。今入れませんけどね。工事中。解体工事中。解体工事してんだ。これが有働坂とか言ってあったんですけどね。あ、これだね。有働坂。クレライトだな、もう。180度。あ、鼻かわるよ、お地蔵さん。壊れて180度。なんでお地蔵さんあるの？これ馬頭館なんじゃない？ん？多分。ん？頭になんかついてるのかな、わかんない。うん、あの道中気をつけてみたいな。本当本当、これが有働坂で、うん、山小あるじゃん。うん、あそこの近くの、うん、まあ、ある会社が、うん、駐車場を作るためにと思ったら、うんうん、人骨が多数70何体だよ、この人骨。有働坂。おお、ズボだった。危ない。気をつけないといけないですね。壊れてる。すげえ、なんか、雪の重みで全部折れちゃってんじゃん。あ、折れるんでな。はい、そうそう、雪の重みで。有働坂。もう雪解いちゃダメ、ここね。まだ残ってる。雲ですよ。ゆうちゃん、邪魔だって。ゆうちゃん、頼むよ。俺、塞がないでよ。歩けなくなっちゃった、今。うん。子連れですか？うん。初めて聞いて。子連れも。子連れも。有働坂。あ、なんかあったある。何何、これがやばいの？これ、これ関係ないですか？関係ないか。そうですね。あれ、そうですね。これ、足柄学園だったの？はい、おぉ、この上に。もうないの？もうないっすよ。ないんだ、もう。解体しちゃいました。早いね。この間、北畑と一緒に来た時に、うん、もうなかった。なんか赤外線センサーあったみたいに、だから入れなかったですけど、ね。うん、そりゃそうだ、センサーあるよ。だって放送で貸してんだもんだってな、テレビとかで。この坂がやばいらしいね。なんか人死んだそうだね。ね。シャッター落ちないんだけど。え？シャッター落ちた。合戦かなかったね。合戦があったらしいですね。70何体出た人骨が。うん。ありそうだね。有働坂です。有働坂。うん。どこまで行くのこれ。これ登り嫌じゃない？登りたくねえんだけど。帰ろう。もぐどこまで行くんだよ。どこまで行くの？もぐくん。どこまで行くのこれ。あ、見どころあんの？あんのね。そう。動いた？動物？この辺で。
これ帰り絶対墓どうかでしょう。臭いね。焼いてるような匂いだね。うん。なんか焦げた匂いですよね。なんか焦げた匂いがする。反応した？もういなくなっちゃったよ。すごいよこれ。帰り大変だよこれ。見てこれ、木いつ落ちてもおかしくない。滑るんだまたこれが。気をつけてください。うわなんかすげえ。あ？雨なのか雪なのか分かんねえな。裕次郎がいました。もっくんの子供。どこ？これ？お！出た。古いお地蔵さん。これ？見どころ。これともう一個ある。もう一個ある。で車に乗って、うん、ちょっと歩いていくと結構あるんで、車に乗って、うん、下の方まで行って、うん、そこにもお地蔵さんがあるんですよ。でもう一箇所ちょっと。うん、去年の12月、うん、24日、うん、の深夜、うん、亡くなってんの？自殺したとこがあるんで。マジ？24日に？翌日行ってますからね。もう嘘。非人道、人道的な行いをしてますからね。もう悪魔だ。悪魔だ。観音菩薩だね。うん。観音様ですね。観音様。古いね、でもね。あの人、財産余ってんだよね。うん、これはバトーパンなんですね。うん。なんかいる。車で降りられてる。降りてきたら大変だったな、無理でね。ね、無理ですよね。引っかかっちゃうね。もっと先行くの？裏は、裏ちょっと見れなかったけど。こんな、なんていうの、山ですけどね。山をなんか、親父が歩いてると。しかも寒い。ゆうすけさん、寒くないですか？寒くない。もう寒いですよ、もう。寒くないって。足元悪いって、本当だ。神社ある？お、神社あるよ。あった。神社だよ。これ、雰囲気あるよ。なんか体。体。手前の石を見て、うん、あれ見てなんか北畑がなんかこれおかしいなって言ってる。言ってた。なんかあるのかな。あんのかな。何それ。お墓っすかね。お墓？あ、でもか、あれ榊やってるから、うん、なんか祀ってるね。もう石田も古いね。これ墓ですよ。墓？うん。墓って書いてある？線香。本当だ。わかんねえ。なんて書いてるの？暗いライトで上から照らしてってやつ。暗いライトがないんだよね。ないんだよね。これで行きます？なん？なん？南無阿弥陀仏だ。南無阿弥陀仏じゃん。その人はわからない。わかんない。これ墓ですね。
墓。ここですか？うん。やっぱ宇都坂じゃないですか？いや、これまた違うんじゃないかな。モツですね、いらっしゃい。なんだろうね。宇都坂で亡くなってから見に来たでしょ。神社にいない。ねえ、相当古いね。ポーンって明るくなっちゃうけど。あ、これコンテナ公園、ありがとうございます、ね、これは新しいけどね。こっちは新しいね。二つある。新しいのと古いのちょっとですね。苔が滑るんだな。あ？うん。これ何？お墓。これ完全。これ個人ですね。多分一般人です。ね。こちらは宇都坂関係か。かる。それは宇都坂関係みたい。まあ関係なんだ、うん、文政だから。ああ、御事祭りしてるんですね。うん、だからおそらくこの神社でもやってたんですよ。だから、うん、坂があるんですよ。うん、だから宇都坂ってことお寺でやってないんですよ。あ、そうですか。管理士さんがやってるんですね。うん、そうすると坂出すからお尻じゃないもんね。あれ言葉みたいなのにいいんだな。うん、坂外してあるよ。風で飛んじゃったんだよね。柵木じゃないよ。違います。違うよこれ。ただこれ公園落ちた木じゃないですか。違いますよ、柵木じゃない、うん、え、今落としたよ。あれ落としまいいでしょ。うん、ちょっとダメだよ、ジン。これ石もあるそうだね。うん、石もあるの。これ石もあるの。いえいえ、もうここまでです。ここまでなんだ。惜しいな。畑と、用水路があるんです。ああ。らしいです。北方の用水路。よく行ったんだけどさ。で、戻りますか。いや、いいとこだ。いいとこだね。でも、あの坂嫌だな。登るんですよ、俺。ねえ。ゆうじろ、待ってくれ。ハーハー動画になる。ハーハー動画になるよな。うん。絶対結構きついよね。きついよ。ドルさんのハーハーはね、ビックスさんに寿命がありますよ。それどういう意味か。どういう意味だ。もうハーハー。あ、どうもありがとうございます。それどうぞ。あいぎ声って言うじゃない。ハーハー聞こえ始めたとか、あのビックスさんが健在タイムになって。あれ、もっくん明日休みなの。休みして。明日仕事なの。朝の。嘘。で、明後日は。明後日休みなんだ。休みじゃないです。今週休みじゃない。何してんの、忙しいの。忙しいわけじゃない。ないの。一日一日休みで、そんな大した。ああ、今週ないんだ。今は録音してます。知ってますよ。なんで、なんで。いや、個人情報出すか。危ねえよ、お前出すなよ。放送してるじゃねえかよ。俺放送やめたよって時以外は、お疲れ様とか言って以外は絶対ダメだよ。そうすると、うん、やめたらと持つって言うから気をつけた方がいいよ。俺も消せねえぞ、見るとそう言いながらやめないから、うん、本当に電気がついてる間は気をつけた方がいいよ。そうそう、お休みなんて嘘だけど。やばいぞ。どうしたんだ、最近放送してないよとか言って人を映そうとしました。あ、そういうことそういう時危ないよ。パッてだって木君いつも自分から映りに来るじゃん。そんなことないですよ。映りに来るじゃん。近く映ると思ったことはね、結構増えるかもよ。増えるかもよ。ガーッと人様に見せる。いいよ、木君にニコ生あげよっか。あれあげとく。なんか変なのもついてきそう。まあ確かに。ちょっとだけだよ、ね。うん、いや、かなりだろうね。すごいと思う。そういうことで。あ、何も、なんか名越してるよ。みんな見たよね、今。うん。ふって。これだって、これ白いもんだもん。うん、ふって置いたもん。いるんじゃない。いるかもしれない。うん。うわ、そうなんだ。ウォルターさんも。そう、下で待ってるよ。うん。違う。この、
ちの激しさで結構霊感強い子が、ね、でもここあんまりいないよ、言われないよ。そうその子も怖いでしょ、ちょっとやばい人が、うん、やばいね、多分この坂がやばい、ちょっとこれやばいのは坂でしょ、坂なんだよね、俺は、うん、滑った滑るんで、ここすごい滑るよね、すごい滑るの、あのなんか足ね、食ってないんだよ、じいさん、じいさんだって歩かなきゃ、食ってないね、うん、酒の下に最後に、うん、これ早く終わらして、うん、僕タバコのケース取りかないとこれで一回ちょっと放送終わりますんでね、多分さっき僕らが入る時に、うん、通ったあの車が、うん、美味しくいただきました、積もってた積もったかよ、あの車いけたの、あ、いけるんじゃないですか、いけんのサービスエリアの従業員からね、そうなの、パトカーも行ったじゃん、パトカーも行ったぜ、ミニバッ、誰か潰したんですよ、潰したのか、そうですよ、あの駐車場入れると結構心配に来ます、あ、くんだ強い、一回休もう、うん、苦しくなる前に、苦しくなった、まだ長いもん、僕行きますよ紹介撮るよ、撮るよ、配信するよ、配信するよ、圧倒心の僕、うん、暑いね、これ辛いっすね、俺まして曲が入ってきたんだよな俺も入ってきてますよ、疲れるんですよ、これ雨が、俺嫌な役割したんだよ、なんだ、ゆっくり行ったらゆっくり行ったらいいですよ、滑る、何言われてるのか、その方がいいと思う、この辺りがやばいらしい、もうヨシフさん歯が入ってるもん、ヨシフさんもう歯が入ってる、うん、また汗が痛い俺足が痛い、あっち、うん、ゆっくり行ってください、はい、はい、なんかいそうだな、意外といけんな、俺寒いんだよね、なんかあそこにあるぞ、何あれ、この道何？もう着いたんじゃないですか？違うの？クマはいないんじゃない？ここは。滑るんだよね、すごい。苔っていうか。クマはいないけど、なんかいるそう、流星線あるよ、なんで？不動坂かな、これがだから足柄かけたらしいですね、もっと解体工事、ほら足軽かく、もう終わっちゃうね、
はい、了解ですね。不動坂、うどう坂でした。ありがとうございました。雨降ってきました。